アイドルのスピントーク、イエーイ。はい、1月20日スッピントーク配信が始まりました。シャインフォーエバーリーダーチョコです。お気楽担当のチェリーです。はい、セクシー担当のルナです。ヤシケ担当リーです。シルケラ担当のミーです。ミステリアス担当のジュリアです。はい、じゃーん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 、なんだこれ、ズラじゃないよ、ミックス原本だよ、違うよ、いじられます。いつ切ったんだっけ。年末ギリギリぐらいです。年末ギリギリに、あんな長かったからね、腰まであった髪を、はい、この長さにバッサリ切った、はい、理由がありますね。はい、腰まで長くしてたのには理由があって、髪の毛を寄付したんです。おー、髪って寄付できるんだね。そう、できるの。はい、作ってきました。はい、ヘアドネーション。すごい、ヘアドネーション。髪の毛の寄付です。へー、初めて聞いた。100% 人毛の子供のための医療用ウィッグ、うん、小児がんの治療なんかをすると髪の毛が抜けちゃうんですね。で、その子供たちのために人毛のウィッグを作ってプレゼントするっていう、一つのウィッグを作るのに30人分の髪の毛が必要なんです、ね、そうか、1個に1人じゃないんだ。そう、1個で子供用なのに、やっぱり髪の毛を選んだり揃えたりするので30人分必要で、いろんな種類の髪の毛の質を揃えたりとか輸送費とかいろいろかかるんですね。10万円かかっちゃいます。2009年からこの運動が始まって、うん、でまだ最近なんだね。16年の11月までで124体のウィッグが提供されました。だけどね、待ってる人がなんとまだ112人え、だって何年、ちょっと待って、7年かかって124体、だから一人でも多くの人にこの活動を知っていただきたいし、一人でも多くの、ロングヘアの女性に寄付してみようかなって思ってもらえたらいいなと。チェリーは知ってて伸ばしてたの？途中まで伸ばした時に知って、もう切らないぞって思った。Facebook とかインスタとか Twitter でも検索できるので、ぜひヘアドネーションで探してみてください。よろしくお願いします。素晴らしい方です。素晴らしい。柴崎郷さんもさ、されたような。あ、そうなんだ。みんなこうボランティア活動みたいな、ありますか、経験は。私はね、20代の頃、障害者施設に行って無料で髪の毛カットしてあげてたりとか、そういう活動をたくさんのその利用店でしてました。で、私もそれで一緒に行って、まあそういうふうにカットしたり顔剃りしたりして、それでいろいろお話ししながら。え、みーは顔剃りできるの？できるよ。あ、そうなんだ。床屋さんも、美容師さんの勉強持ってる。そうなの。あ、じゃあルナは？もう14、15年になるかな。絵本の読み聞かせをちょっと間が空いたりもあったんですけど、朝読の活動ってよく多分されてる学校あると思うんですけど、朝一冊読みに行くとか、あいうえおっていう団体があるんですけど、5人とか10人とかその都度人数は違うんだけど、お母さんたちが寄って、月1回とか全学年回ったりとか。こう、今もやってんの？そう、去年も12月もすごい楽しい。で、こういう声なので意地悪な男の子の役とか動物とかお母さんの役とか、結構そういう役もらったりして、この間はトナカイさん、クリスマスだったんでトナカイの着ぐるみ着たりとか。へー、楽しそう。そう、喜ぶよね。そう、すごい楽しい。本当幸せを、はい、いただいてきます。ジュリアはあるんだっけ？ボランティアじゃないんですけど、はい、フリーハグ。フリーハグ。フリーハグ聞いたことあるけど、どんなことをするの？え、フリーハグって書いたボードを持って、こう知らない人とこうハグをする。それって どこでするの？それ免疫とか。え、街中で。名古屋でも、外国では見たことあるような気がする。駅前でこう立ってる。え、そうなの？反応はもうね、結構ね、冷たくて。そうだよね。宗教ですか、そこ。だけど、
でも中には、うん、あーってこう来てくれる人がいて、うん、変な男の人とかもない。あ、そうだよ、なんかたまにやっぱりそれでごめんなさい、得られたものは何でしょう。得られたもの、うん、あ、なんかやっぱり、うん、最初はこうこっちが癒してあげたいなと思ったんだけど、うんうん、でも実際にこうハグに来てくれると自分がめちゃくちゃ癒されて、うんうん、へー、すごいびっくりした。エネルギー交換だもんね、うんうん、あ、そうなんだ。みんないろんなことしてるよね。意外とやっぱ知らないこと多いよね。ね、うん、私はあの皆さんご存知の方も多いと思いますが、ミュージックベルのボランティア、私もね、もう7年、うん、丸7年、8年目に、はい、なりました、うん。私音楽経験がないのね。ピアノを物心ついた時に習わせてもらったんだけど、うん、先生にこう手をパチンって叩かれて、もうそっからピアノが嫌いになっちゃって、うん、もうすぐやめちゃったの。すごいやりたかったんだけど、でそこからずっと体育会系で育ってきたから、で大人になってそのミュージックベルっていうサークルにあって、12、3人でその1曲を演奏するのね。それがなんかもう本当に鳥肌が立ってきちゃって、スキードってパンダ今おーってなってきて、初めてその聴いて、ですもうすぐ入ってそのサークルに、そうで幼稚園で活動してたんだけど、そう卒園するともうできなくなっちゃったから、でも自分でグループを組んで今高齢者施設、そう、それも自分でグループ組んだの。そうなの組んでるの。もう本当にぼちぼちなんだけど、でも毎年すごいあのクリスマスシーズンはオファーがたくさん来て、そう皆さんに重宝されております。はい、はい、そんな活動をしております。素晴らしいです。イエーイ、すごいねみんなあれあれ誰かまだ行ってないよ。誰チラチラチラ、あ、そうね、リーちゃんね私最近シャインフォーエバーに入ってからおー、ね、みんなと共に高齢者施設を回ったり、つい最近は子供たちの福祉施設に行ってきました。すごい、それは楽しかったね、あれはね。チョコちゃんとルナはね、涙あふれちゃってね弱いんだよ、子供にそう、だから何の瞬間にあなたかってちょっとね、振り返ってみたのね。実はね、自分たちのミラーを披露した時に自然に本当にこうね、すぐ手拍子があったの、あれでじーんとするね。そう、あれで来ちゃって、うおすごいいい経験でした。はい、はい、これからもね活動していきたいと思っております。はい、ではではここで告知を。今日はりーちゃん振るね今日今夜20時から栄ベースで、レギュラーライブします。第3なんだけど、はい、今月は第3、第4、はい、金曜日、はい、なので20日27日の、20時から栄ベースで、はい、そして28日も栄ベースなんだね。はい、土曜日ね、はい、この日はですね東京から取材に来ていただきます。はい私たち何か言えない、まだ言えないのやめそして1月31日と2月7日はミッド FM 佐藤敦史のワイルドに行こう、ゲスト出演させていただきます。見えないけど未来賞なんだよね。あ、そうそうそうなの、そうなの。見えなくってもね、そうだね、ラジオって観覧とかできないのかな、どうなんだろうね。ちなみに、そうそうそう、今撮ってるワイワイテレビも観覧が無料です。ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。はい、そして2月11日は私たちオーディションを開催します。はい、まだまだ募集してますので、公式ホームページの方から、はい、ぜひぜひご応募ください。お願いします。はい、待ってます。はい、そしてそして私たちのミラーが収録されておりますコンピレーションアルバムがリリースされております。これはですねとってもお得な CD で10組のアーティストさんが曲を提供してくださっております。その中に私たちのミラーも1曲入っているんですけども、この本体はなんと1000円なんですが、帯に栄ベースで使えるドリンク券が2枚ついてるんです。ということは、社長、そうなんです。なので本体価格がねどこなのって
はい、ぜひぜひお買い求めください。ホームページから購入できるように。あら、通販ができるんですか。はい、しときます。しときます。通販サイトまでできるというそうなんそうなんそうなん、グッズも、そうそう、私たちのグッズとかもそこで販売したいなとこれから思ってます。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。私たちアラフォーアイドルシャイフォー